それでは益子幹事長に、はい、それじゃあ皆さんこんにちは、定例の記者会見を行わさせていただきたいと思います。まず今日は、財務省による書き換えのあったといわれる文書等について私どもその提出を求めておりましたところ、今日参議院の予算委員会、理事懇談会でこれが提出をされました。まあ、そのことを私どもとしてもよく今精査中でございますが、とりあえず現時点で私どもが申し上げることは、財務省による文書の書き換えの報告は想像を絶する内容であるということでございます。まあ、国会答弁に合わせて組織的に行われた可能性が極めて高いと言わざるを得ません。行政の信頼を著しく失墜させるものであると同時に、国会および国民に対する欺瞞であり、断じて私どもは容認できないというのが今の私どもの立場でございます。特に安倍昭恵総理夫人の関与に関する記述が削除されていた点が、私どもとしては大変重大なこの問題であるというふうに認識をいたしているところでございます。誰の指示でこのような書き換えが行われたのかは明らかになっておりません。その核心部分を明らかにしていかなければならないわけでありますから、この核心部分合わせて本当に財務省側としてはこれが全ての文書だと言い切っておりますが、本当にこれが全ての文書かどうか、これも甚だ私どもとしては疑わしい点があるというふうに認識をいたしております。まあ、これらの部分が明らかになるまでは基本的に現時点では国会審議には応ずることはできないと、そのような認識を今もって参議院国対とも現時点ではそのような話し合いをしているところであります。そしてやはりこれらの書き換えの問題等につきまして重要なことは、佐川前国税庁長官の辞任という問題だけではこれは到底責任というものの取り方についてはこれはなされておりませんので、当然麻生財務大臣、強いては安倍内閣総理大臣の責任も追及していかなければいけない。当然今後の展開によっては内閣総辞職というところまで私どもは責任を追及していくという今覚悟を持ち始めているところでございますので、そのためにもさまざまな責任を取っていただくということも含めながら、明らかにこの中身を解明して国民に説明をするという意味も含めて、当然国会に対するこの欺瞞を明らかにするという点でも、やはり安倍昭恵夫人、そして佐川前国税庁長官の証人喚問、合わせて安倍昭恵夫人のこの部分が削除されたというこの中身を、どのような形でここが削除されたということが、いわば今回のこの文書提出の中における最大のポイントの一つであることは間違いありませんので、これは今イタリアにいわゆる転勤になった経産省職員の谷彩子さんを証人喚問として求めていきたいと、そのように思っているところでございます。当然財務省での内部での調査では不十分でありますから、私どもとしては与野党合意のもと国政調査権に基づく調査を行うよう今後とも与党にも求めていかなければならないし、誠意ある対応をしてもらいたいというふうに思っております。安倍総理は妻や私が関与していたということになれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるという国会での答弁をされていました。財務省の調査結果に基づき、私はこれらについても本当にそのようなことがあったのかないのかによって、やっぱり安倍総理の先ほど申し上げたとおり責任というものも明らかにしていくことが
我々の一つの大きな責任だというふうにも思っておりますので、この点も合わせてお話をさせていただきました。とりあえず私の方からは以上でございます。それではご質問をお受けいたします。挙手の上、社名とお名前をおっしゃってからお伺いします。はい、はい、今国会審議には応じられないということですが、はいはい、他の野党ともこの考え方は一致しているんですか？これはこれからのことでありまして、今の国会の状況はようやく参議院における予算委員会の理事懇が終わり、衆議院の財金の理事懇が終わり、3時から衆議院の野党国対委員長会談夜国が行われている時間だと思いますので、これらの結果を踏まえながら総合的に判断をして、先ほど申し上げたようなことを踏まえながら、私どもとしてはしっかりとそういうようなものを政府に求めていかなければなりませんので、その上で明快なご回答なり我々に対する誠意ある対応がなけ、対応がなければ当然国会審議には応じることはできないというのが現時点での私の判断であります。考え続けて、はい、そうすると幹事長会談は特に予定はないというか、これ現時点ではまだそのような今話には直接にはなっておりませんが、まあ、今後場合によってはそのようなこともあるかもしれませんが、現時点ではまだそれが予定はされておりません。すみません、フランス国の及川です、はい、改めて確認しますが、うん、麻生財務大臣の辞任、うん、安倍首相の総大臣総辞職、そして安倍晋三議員の議員辞職、この3点を今後求めていこうとお考えです。はい、これについてはまだ十分に中身が解明されておりませんので、これらの責任を私どもはしっかりと追及するために明らかにしなければいけない事実をしっかりと明らかにしながら、これらの問題について今申し上げたようなことを要求していきたいと、ぜひそのような形にしていきたいということで現時点では考えております。はい、考え、どうぞ。すみません、共同通信のご指摘、はい、ちょっとわからないご指導してるんですけど、はい、明らかにすべき事実を明らかにしてないというのはもう少し、はい、これは先ほど申し上げた通り、いつ誰かの誰の指示によってこのようないわゆる書き換えが行われたのかということが明らかではありません。それからこれが全ての文章だとは言っているにもかかわらず、本当にそれが事実なのかどうかということも明らかにしていかなければなりません。さらに今回のこの問題については安倍昭恵夫人の関与ということが極めて重要であります。このいわゆる書き換えを含めて森友学園問題の発端は8億円の値引きによって土地が売買されたという事実の発端は何だったのかと、それが安倍昭恵夫人のいわゆる行動に起因するのではないかということも明らかにしていかなければなりませんので、先ほど申し上げた通り今申し上げたことを含めて証人喚問をしながら、新たな証人喚問として谷さんをぜひ証人喚問をするということをして明らかにしながら、これらの問題解明に取り組んでいきたいということです。考えございますか？すみません、共同コーチです。そうすると明日、はい、その予算委員会の方で公聴会を予定しているんですけれども、はいはい、そのための理事懇がこれから開かれるようですが、それは今後の我々の野党の幹事長会談が行われるかどうか分かりません。しかしこのあともう一度参議院の与野党国対委員長会談が行われますから、最終的にはそこで判断されると思います。野党の国対委員長会談、参議院のそこで最終的には明日の公聴会に出るか出ないかを含めて決定がされると思います。考えございますでしょうか？池新聞です。はい、各社
会の理由とかですね、まだ明確になってない点があるんですけども、ずっとこう、安倍一強政治の弊害とかですね、人事局を作ってこう官僚を掌握したりとかっていうのが言われてますけども、こう背景にはどういうものがあったというふうに今幹事長は見てらっしゃいますか。これやはりこの5年間における安倍政治という状況を顧みれば、やはり一強安倍政治という政治体制によって、やはり行政も安倍総理のその顔色を伺いつつ、また自分たちの身分を保身するためにも安倍総理およびその周辺の考えを忖度しなければいけないという状況がこの5年間で生み出されてしまったということ、これが大きな一つの原因だというふうに思っています。ですから私どもは政権選択の政治状況を作らなければいけないということを含めて、残念ながら今バラバラになっている野党もできるだけ早く一つの塊になっていくということは、そういう点も踏まえて大塚代表の下でそういう方向性をずっと私どもは国会対策でもあらゆる面でそのような方向を示してきたわけでございます。いずれにしても長く続く権力は腐敗をしていく、特に人事局というこの内閣の中に作られた官僚の人事を決定するということも含めて、極めて行政の皆さんが官邸の総理の顔色を伺っていかなければ仕事をしないとできないというような環境になったことが、極めて私は安倍一強政治の弊害だというふうに思っております。その他ご質問のある方ございますか。フランスの及川と申します、はいはい、先週も伺ったんですけども、東日本大震災から、昨日で、7年ということですけども、式典があったり安倍さんが、現地視察をしましたが、改めて先週も伺いましたが、そのご感想ということが1点、はい、もう1点が先週水曜日、小泉元総理大臣が、特派員協会で、会見をして、金曜日紀伊国屋ホールで講演をしたんですけども、小泉さんとしては野党が、原発ゼロで、結束していくべきだというふうにおっしゃってますが、野党連携原発ゼロの旗印のもとに野党6党がまとまれるとお考えなのか、以上2点伺えればと思います、はい、東日本大震災、東京電力福島第一原発の事故から7年が経過いたしました。ご案内のとおり、依然として7万数千人の方々が避難生活を強いられている。特に福島県民は5万人が避難生活を強いられているというまだ状況にあります。特に福島と違う宮城岩手の状況は全く違うものがあります。津波による被害による復興と原発事故を受けた福島の復興というのは違いがあります。岩手や宮城の皆さんにも一日も早くその復興の道をさらに加速をしていっていただきたい。これはある程度方向性がかなり見えてきましたし、かなりの部分で自治体の町の皆さんや地域住民の皆さんもそれを認めながら、もう一度みんなでいいふるさとを作ろうということで頑張っておられます。しかしながら福島県は見えない敵との戦い、放射能という問題が重くのしかかっているわけでありまして、特に原発避難指示解除になったところにおける人口減少と帰還率というのは極めて大きな課題になっておりますから、一日も早くこういう方々がふるさとに戻れるための私どもは対策を講じていかなければいけない。先週でしたか申し上げましたけれども、原発の収束ということについての対策をどういう形で一日も早くやるかということ、燃料デブリの取り出した後の最終処分場をどう作っていくのか、あるいは汚染水の処理の問題、そして子どもたちの教育や健康管理の問題、風評被害対策、産業振興、インフラの整備、さまざまな課題が依然として山積しているという現状があります。安倍総理が10日の土曜日に復興支援道路の福島と相馬間の一部開通、
17キロのこの道路の開通式に来られました。私は以前から申し上げてるんですから、いるんですが、光と影の部分がある。この災害の復興のために向けて、光の部分にはしょっちゅう来られますが、影の部分に足を運ばない総理であってはならない。厳しい現状にある場所に行き、そういう地域に住む方々、そこに戻らなければいけない方々との対話を、あるいは状況をしっかり把握してほしいということをずっとこの5年安倍政権にも申し上げてきましたけれども、残念ながらそういうことは全く行われない。道路の開通式、あるいは施設整備が整ったところの開所式、あるいはおいしい魚が食べれるようになったという試食、そういうことだけを短時間で本当に駆け足で巡っていくという形では、厳しい現状がよくわからないんではないだろうかという問題もありますので、我々としては粘り強くですね、福島の復興再生はまさに超党派でオールジャパンでやっていかなければなりませんから、政府にも与党にも申し入れて、福島の復興に向けては全力で当たっていかなければいけないと、そういうふうに実は今も思いながら、そういう行動を続けていきたいと、そういうふうに思っております。あと2番目何でした、小泉さんの原発の問題はですね、私ども民進党としても一日も早くゼロの原発、ゼロの社会を作るということについては全く同じ考えであります。ただしこのゼロにするまでのプロセスがいくつかやっぱり希望の党さん、あるいは立憲さんとの違いが出ていることは事実であります。これも我々が実は議論してまいりましたことは、その原発をゼロにした後のエネルギーというものについての、どのような形でエネルギーミックスをきちっと実現作り上げることができるか、あるいはエネルギーにおけるセキュリティをどのようにきちっと対応していくか、そして原発がない地域、なくなった地域の雇用とか経済の問題をどうするかという問題、合わせてこれはもう以前から申し上げてますが、最終処分場どのように作っていかなければならないかということを早く決めなければ、これはなかなかそう簡単ではないので、言うは易し行うがたし、5年で立憲さんがゼロで進めていくということの一つの考え方は否定しませんが、実現するとなるとそう簡単ではありませんので、パッケージ型で私どもとしては一日も早いエネルギーの在り方について議論をして、原発のない脱原発社会を作っていくことができるかということを、これからもしっかりと議論をして、そういうものを作り上げていきたい。ですから方向性は全く原発のない社会、ゼロという方向は一緒ですが、その手順、山に登るときも登る方法が少し違うのかなというふうに思っていますので、これらの問題については小泉総理も掲げているゼロに向かっての社会については全く否定もしませんし、大いに共鳴するところもありますので、協力できることは協力をしていきたいということで、我々としても現実的にこの問題についての解決に全力でこれからも取り組んでいきたいというふうに思っています。フランス店の及川と申します。小泉元首相は原発ゼロで野党結集すべきだというお考えですが、野党間今のお話ですと希望、立憲、民進で多少温度差があるんですけども、今後野党結集の時のために原発ゼロを旗印にできるのかと、それと、相互で調整していくおつもり、お考えはあるのかということについて。それは私個人的には強調できるところも多々あると思います。それは当然調整の必要のある部分もありますから、そういう話し合いも私はやっていくことはやぶさかではありませんので、ぜひそういう社会を作っていきたいというふうに思っています。はい、その他ございますか。先ほど文書に関して全て出たか、はい、文書に関して全て出たか甚だ疑わしいとおっしゃいましたけど、そういうふうにお感じになられる理由というのは。それは過去の事例から含めてもですね、やっぱりこれで全てですと言いながら、繰
繰り返しそういうことが行われてきたという事実がありますので、今回のこの書き換えられた文章がどこにあったかということを考えると、いわゆる本省と近畿財務局の書類の中にあったものと、個人のホルダーの中に入ってたものを今回はこういう形で出しましたということ。そうすると個人のホルダーということは、もっと他の人が場合によって持ってるのかもしれないし、本省の中、近畿財務局の中にもそのようなものがあるんではないかというふうな疑いも我々は持たざるを得ませんので、本当にこれで全てだと財務省が言い切ったことについては、もしそれが事実であればそれに越したことはありませんが、この後また違う形でこういう書き換えの文章等が出てきたときには、さらに責任というものは非常に重くなりますので、私どもとしてはもう少し、そのいやらしい考え方ではなくてですよ、あるものは最初に全て本当に出したということを、過去のことも含めてやっていただければ結構ですが、今日まで何度かそういうことが違いがあったということを含めて、しっかりとこれからも追及をしながら要求をしていきたいということであります。はい、その他質問のある方。日経の藤田です。石垣市長選挙確率が10日で分かって、自民党系の保守が分裂する中で、大きな自民党の権力の候補が出てきましたが、どういうふうに受け止めと、秋の知事選に向けてどういうふうに考えるかということを。はい、まあ、石垣市長選挙等については、私どもも一応沖縄県連の推薦をさせていただきました。まあ、結果としては大変残念な結果でありますが、当初から現職有利ということはずっと調査等も含めて言われてきましたし、選挙戦の戦いぶりをずっと見ていきますと、やっぱり現職有利だなということは否めない事実でありましたので、そういう意味では私どもも推薦をしつつ、なんとか少しでも勝利に向けての努力をしたいということでの沖縄県でもやってまいりましたが、力及ばず野党連携も含めて残念な結果になりました。当然この問題については、私どもとしても秋の知事選挙に向けてもう一度戦略の見直しと含めてですね、どのような形で勝利をするための体制づくりができるかということの検討をしていかなければいけないというふうに思っています。そうか、たびたびすいません、フランス店の及川と申します。まあ、安倍政権に辟易している人たちの中、インターネットやあるいは言論人の反応を見ると、はい、ここでもう総大臣に追い込まなければ、もうチャンスはないと考えている方も少なからずいらっしゃいます。そこで、まあ、今ちょあの資料精査中だと思うんですけども、安倍政権を退陣にまで追い込めるとお考えか、それと安倍政権退陣のために何が必要なのかということを2点伺えればと思います。まあ、今お話の通り中身をさらに精査中であります。私自身としてはやっぱり政府が国会に対して、国民に対して嘘をついてたと、虚偽をしてたという事実は非常に重いと思いますから、この責任は重大だと思っています。さらにその中身を見れば、政治家もその中に秘書ですが関わってたという事実、さらに安倍昭恵夫人の部分についても数箇所このような形で記載されたものが削除されたという問題、これなぜそのようなところが削除されたのか、そこは最大のポイントの一つだと思っています。やましいことがなければ堂々と財務省もその部分については削除をせずに、籠池理事長がそのような話をしたということだけであれば堂々としていればよかったのだろうと思いますが、なぜそのような削除という行為になってしまったのか、そこの理由原因を明らかにしていかなければなりません。先ほど申し上げたとおり、安倍一強政治の中でどのような形で官僚の皆さんがそういうことを行ったのか、これ極めて重要なんですね。そしてさらに重要なことは、安倍
総理が国会答弁の中でそのようなことが少しでもあったら総理大臣はもちろんのこと国会議員も辞めるという発言をされた。その発言の後に、これは実は解散が行われたということなんです。2月の確かあれは15日か4日でしたか、安倍総理が国会での答弁をされて、この書き換えが行われたのは2月の下旬から4月の間なんですね。こういうことを考えたら、やっぱり非常にこの問題については重大な疑義があり、また政治的責任というものは極めて重いというふうに断じざるを得ません。ですからそういう点から含めて政治的責任はかなり重いのではないだろうかというふうに思っていますし、国民の皆さんも今までこの1年近くこの問題が国会の中で追及されてきた、なぜそんなことばかりやってるんだという方もいらっしゃいますが、どの世論調査を見ても最近また特にこの問題については解明が不十分であり財務省のやり方がおかしいということも世論調査の大きなこの比率になってきましたし、今朝のある新聞の世論調査もやはり安倍内閣支持率が6ポイント下がり不支持率が6ポイント上がってきた、総理夫人のこの問題に関わることがどのような形なのか含めてかなり私は世論的にもこの問題大きな私は安倍内閣については打撃を受けるのではないだろうかという認識を持っていますので、国会としてはしっかりとここのところの問題疑惑を明らかにすることは当然であり、何といっても国会に対して改ざんされたものが停止されるというこの議会制民主主義の中においてもやっぱり大きな問題をはらんでいるということですから、ここはしっかりと私はそういう問題を取り上げて国会の中で明らかにしていく。ですから国会を開くことについては改めてこの問題を中心とした集中審議を与党が受け入れるならば、それは当然起き上がる条件の一つになろうかと思いますが、現時点では全くそういう問題を相手にして私どもに対して、してくれませんので、そこは引き続き国対委員長ナタニヤ国対委員長を中心にしてしっかりとその要求もしていくということになろうと思いますので、これは大きなやっぱり内閣の責任問題につながっていくことは明らかだと思います。はい、その他ご質問のある方おられますでしょうか。なければ以上をもちまして終了させていただきます。はい、ありがとうございました。